はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ホルスの黒炎竜レベル100です。さあ本日なんですが、ホルスというテーマがですねマスターデュエルに実装されるということで、今日はねホルス徹底解説をしていこうと思います。これなんでかっていうと、ホルスというテーマが非常に拡張性が高くてですね、出張パーツとしてとても優秀なのと、あと展開札としてもとても優秀で、まあ、いろんなデッキと相性がいいんですよね。なんで、マスターデュエルでも皆さん面白いデッキたくさん作れると思いますのでね、この動画をよかったら最後までご覧ください。で、ホルスっていうテーマが一応おさらいとして、まあ、何するかっていうことなんですけども、ホルスの栄光イムセティというモンスター一応説明していきます。一例として、闇属性レベル8のモンスターです。打点3000ある、守備1800、魔法使い族のモンスターですね。1、2、3番の効果名称してターン1ありまして、自分のフィールドに、王の棺が存在している場合、墓地から特殊召喚できるという効果が、これが一応ホルス、の、まあ、共通効果に、なっております。一応、まあ、共通効果っていうのかな、まあ、一応持ってないモンスターもいるんだけど、まあ、4種類がホルスってのはいて、今回ちょっとスライドをいっぱい使って説明していくんですけども、4種類ぐらいモンスターいましてですね、ホルスっていうのはこの、イムセティ、ケベン、セヌフ、ハーピー、ドゥアムテクっていうね、この4種類のモンスターは全部この方が持っています。で、ホルスの、何が強いかと、このね墓地からわらわらレベル8が毎ターン湧いてくるんですよね。毎ターンです。はい、これがねめちゃくちゃ強くてですね、まあ、テクナコスト王の棺が必要になっちゃうんでね、まあ、一瞬アドソンみたいな、一瞬アドソンなのかなと思うこともあると思うんですけども、毎ターンレベル8出てくるだけで脅威なんで、まあ、めちゃくちゃ強いです。はい、でこれがホルスの栄光イムセティが初動になっていまして、手札を2枚墓地に送ることによってデッキから王の棺1枚を手札に加えるよと、でその後1枚ドローできますよって効果がありまして、まあ、これを引くことによって、まあ、圧倒的な、まあ、初動カードになってますね。他のカードも一応初動になるんですけど、王の棺とか、まあ、初動になるんですけど、まあ、できればイムセティから入りたい、まあ、1枚ドローあるんでアドバンテージのソング回復できるんで、はい、で王の棺用意できるんでめっちゃ強いですね。でこのカードが存在している状態でうんぬんかんぬんっていうのが一応固有効果になってまして、これ全部ホルスがついてるんですけども、自分のフィールドの他のカードが相手の方でフィールドから離れるとフィールドのカードを1枚墓地に送るよという効果がありますので、まあ、一応妨害にもなるよという感じですね。ちょっと受動的ではあるんですけどね。で、王の棺が何するかっていうと、一応おさらいとして、やっておくと、ま、魔法トラップゾーンに存在する限りホルスが自身を対象としないカードの効果では破壊されないと、デスフェニとかアクセスコースとかとか、そういうカードの効果では破壊されませんよという効果ですね。で手札を1枚墓地を送ることによってデッキからホルスを墓地を送るという効果を、これ4回まで使います。一旦に、はい、4回です。だからまあ手札コストさえあれば、4回発動することができるということですね。で一旦にちょっと自分のホルスが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に相手モンスター墓地を送るという効果がありまして、一応除去効果を持っているという感じですね。はい、だからまあ王の棺を用意してホルスを墓地にいっぱい用意してホルスをいっぱい出しましょうという感じのギミックですね。でここからはちょっとスライドを中心に説明していくんですけども、まあ、さっき言ったように初動カードが結構たくさんありましてですね、ホルスはイムセティの、他にですね、王の棺とか王母の壁、これが実装されるかちょっと分かんないんですけどね、これが全部初動カードになっています。で、ホルスの、4種類のモンスターは、王の棺があると全員墓地から特殊召喚できるという、はい、こういうね、こういう状態が起きるんですよ。ポン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 ってハッチが出てくると、まあ、一応名称しての対象あるんですけども、チェーンに乗らない特殊召喚になってますんでね、ホルスそれぞれにこういう効果もありますし、はい、でレベル8がわらわら湧いてくるということはどういうことかと言いますと、まあこういうことですね。特に縛りがないんですよ。そしてこのモンスターたち全員なんでランク8ができたりリンク2ができたり、まあチューナーと一緒にシンクロができたりという感じになりますね。まあ、主にフォトンロードとかタイタンギャラクシーみたいなカードは大体どこかでも飛んでくるし、今後ねリトルライトとかフルードバルネスチューナーがいれば、まあ、こういうようなモンスターも飛んでくるよという感じですね。で、ね、相性がいい、カードってたくさんあるんですよ、ホルスと。まずちょっとシンクロ編についてちょっとやっていきたいんですけども、まずですねやっぱレベル8のヒチューナー側を簡単に用意できますんでね、なんで、ね、4チューナーとはねめちゃくちゃ相性がいいです。まあ、要は12シンクロができるデッキですね。まあ、ナチュルカメリアとかいうモンスターがまあ一例として挙げられるんですけども、あと他にもセンチュリオンとかいるんですけど、レベル4のヒチューナーとあ と、ホルスを合体させて赤き竜カラミティとか、まあ、ファイナルシグマとか、まあ、センチュリオンが、他にも12進化のモンスターいっぱい用意してる、そういうモンスター出したり、チューナー側を複数用意できるギミックとはとても相性がいいです。これなんでかっていうと、要はヒチューナーはいっぱい用意できるんですよ。
4体最大用意できるよね。だからまあチューナーも、まあ、2体3体4体、用意できれば、まあ、理論上、12シンクロモンスターが4体出るっていうことにもなるわけですね。まあそんなに出さなくてもカラミティが強いんで勝てますけど、まあこういうこともできると。でレベル2のチューナーとも非常に相性がいいです。レベル8のチューナー側が用意できるんで、リンゴブリムであるとかアサルトシンクロンであるとか、ビジョンリゾネーターディーマみたいな、こういうモンスターは全部重シンクロンにつながりますので、まあ双剣太鼓翔英さんバロネスさん、まあ、重心強で大体強いんでね、まあ、あの遊戯王は。なんで、まあ、こことも相性がいいし、あと1位中のですね、青き目の剣士とか伝説の白石ジェットシンクロみたいな、こういうカードとかとも相性が良くて、まあ、例えば、スピリットドラゴン、スピリットドラゴン赤き竜出したいところで言うんですけどね、スピリットドラゴンとか、あとアーケティスとか、フヤジョンみたいな、こういうモンスターを使って、行くこともできますというところですね。でエクシーズ編はですね、まあ、真骨頂というか、まあ、ホルスって要はチューナーとくっつかなくても自分たちだけでレベル8いっぱい並ぶんですよね。なんでランク8とはもうとても相性が良くて、でまあレベル8なんで全員が、だからトレードインとかとね組み合わせるとめっちゃ相性いいです。まあ裏側がちょっとね重いんですけども、イムセティは裏側踏むし、トレードインも裏側踏むので、まあ、この辺だけちょっと注意って感じですけど、まあ、ガンマ積んでください。ガンマ。はい。で、斧のついたトレードインでめっちゃ墓地に叩き落とせば、ホルスを。まあ、わらわら墓地から湧いてくるよと、さっき言ったように。で、特殊召喚できるんで、レベル8のモンスターで手札コストにできるモンスターとはめっちゃ相性が良くて、まあ、村雲のオロチであるとか、この地底王の先兵っていうのがよくわかんないモンスターがいるんですけど、まあ、この辺のレベル8のモンスターとかは墓地からわらわら湧いてこれるんで、ホルスと組み合わせてランク8をいっぱい出せますね。はい。であらゆるランク8特殊ができるんですけども、さっき言ったようにタイタンギャラクシーとかフォトンロードは先行で出す、まあ、ヒット候補妨害になりますんでね。で高校だと、まあ、ディンギレスで除去したりとか、あとそのドラッグラビオンでワンキルしたりとかね、そういうこともできますし、あと、ジ・アンデッド・ヴァンパイア、これティアラメンツとかが来るとホルス・ティアラメンツっていうデッキが多分できるんですけども、ジ・アンデッド・ヴァンパイアで、墓地肥やしをして、まあ、初動するとか、それからまあギガンティックチャンピオンサルガスで一応妨害に使ったり、レギュラス持ってきてチャンピオンサルガスを、リンクに変えて、なんだっけ、エクストラモンスターゾーンのやつをリンクスワンにできるやつがいるんですけど、そいつとかを出して、チャンピオンサルガスを装備してレギュラス出すとかね。あとジャイアントレーナーで、これレベル 8×3 体で作るんですけども、一応3枚ドローできるんですよ、ジャイアントレーナーって。一応、だからホルスで消費した手札を今一気に回復するということもできますのでね、まあ、結構面白い動きができるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、手札コストとか相性のいいカードについて、説明していきたいんですけども、コストで捨てて強いカードとは、まあ、大体相性がいい、全部。これなんでかっていうと、そのホルスが手札を1枚捨てることによって展開を始めるカードだからです、全員が。王の棺もそうだし、イムセティもそうだし。だから、例えばナチュールの新ステージとかね、この辺のカードでナチュールカメラ持ってくるっていう動きができるんで、これめちゃくちゃ相性がいいし、これ今まで手札に引いた、なんかナチュールの新ステージって結構弱かったんですけども、ホルス入れることによってめっちゃ強くなります。あと、コストで捨てて、トリビカルマーとかがスキューの鍵足みたいなカードってフィールドオフを持ってくるっていうね、いう動きですね。トリビカルマーはペルレイノから、ティアラメンツムーブ、始めることができるし、スキューの鍵足で、始皇帝の両母とか、ウォーターフロント持ってきて面白いフィールド魔法、まあ、これ以外にもいっぱいあるんですけどね、フィールド魔法強いのは。全フィールド魔法が一応、ホルスとの相性が良くなるということです、理論上。で、ホルスは召喚権を使わずに、展開しますので、召喚権を使用して強いモンスターとも非常に相性がいいです。ティアラメンツレインドハードであるとか、まあ、召喚者アレイスター、セアミみたいな、まあ、こういうね、まあ、強い盤面を作れる召喚系モンスター、これとも相性が非常にいいと。でさらに、墓地効果のある魔法罠、これとも相性がいい。手札コスト消えるからね、迷い風とか、まあ、エルドリッチの魔法罠とか、これなんでエゴマになってんのこれ。ゲートガーディアンの、魔法トラップカードとか、これの墓地効果があるカードとは相性がいい。ちなみに、オジャマジックを捨てると、ザゴドも3体持ってこれて、手札コスト稼げるんで、一気に手札消費ほとんどなしで、ホルスを用意することもできます、一応。はい。で、墓地効果のあるモンスターとももちろん相性がいいです。白雪、ムドラケルドあたりですね。あと、オルフェゴールで言うとディベル。まあ、オルフェゴールは、引いてる必要がありますけど、ディベルとかイムセティで捨てるカードによって、まあ、ちょっと展開変わるんですけども、その辺で、オルフェゴールムーブを始動できます。ジアネットヴァンパイアで落としてもいいですしね。で、あと、幻影ですね。墓地効果あるモンスターで、サイレントブーツ除外して、ファントムダイス持ってくるとかいう動きもできますし、トライブリゲートキットを墓地を送ると、トライブリゲートモンスターを墓地を送れますんで、これでも相性がいいし、ガーディアンスライムはラー系のカード持ってくれるから相性がいいし、ビジョンリゾネーターは、クリムゾンヘルガイアを持ってくれるので相性がいいし、セイドミンスカイ、を墓地を送れば、勇者ギミックが起動できると。ちなみに勇者はめっちゃ相性良くて、召喚権使わずにホルスで展開できるんで、まあ、勇者ホルスみたいなデッキもできるんじゃないかなと思います。あと、永続トラップですね。
エイズオフトラップ、スキルドラインとかセンサーは別。これね、ホルスってね、全部種族違うんですよ、実は。ホルスモンスターだけで言うと。まあちょっと他の出てくるモンスター、エクシーズモンスターとかが、種族変わっちゃうとかあるかもしれないですけど、ホルス単体で言うとセンサーは別とかめっちゃ刺さないんで、まあこれ自分で開いてもいいですし、スキルドラインみたいな。レベル8がポンって出てきて、伊達3000あるんでね。なんでスキルドラインでビートするみたいなこともできますね。まあちょっとラビネスとかと相性が悪いけど、そうなると。で、ドローソースとしては、トロイドレインさっき言ったように結構強いかなと思ってます。で、じゃあ具体的に相性がいいデッキ、どういうデッキがあるのという話なんですけども、まあ、まずレベル4チューナーを用しているナチュルとはめちゃくちゃ相性がいいです。ナチュルはですね、OCG でも結構強くて、環境で、結果を残している構築なんかもあったりしますね。センチュリオンですね。センチュリオンは、まあ、赤き竜カラミティするのが、まあ、めっちゃ強いんですけども、まあ、なんか赤き竜生きてるんですよね。センチュリオンとかナチュルとかが、相性がいいのと、あとティアラメンツですね。ティアラメンツはそのジアンデッドヴァンパイア出せますんで、あとトリビカラマとかムドラみたいな、その手札コストにしたいカード引いちゃうパターンもあるじゃないですか。ティアラメンツって。これを墓地に落として切れるっていうのもめちゃ相性がいいですね。で、ファントムライツもさっき言ったように、ファントムライツもさっき言ったように墓地効果が、非常に強力なので、まあ、相性がいいのと、あと勇者。そして聖眼ですね。ブルーアイズね、ホルスと合わせるとランクアーチ結構連打できたりとか、あとこの、白石が聖眼持ってくるっていう効果あるんで、一応手札コストもあんま困んないんですよね。で、聖眼なんか引いてもしゃあねえから墓地落としたじゃないですか。なんで、聖眼ともめっちゃ相性がいいですし、あと、アドバンス召喚。これもね、めっちゃ相性がいいんですよ。これなんでかっていうと、その始皇帝の領母っていうカードを、スキルの掛け足を切るのによって持ってこれるんですけども、召喚権を使わないんで、まずそもそもホルスが下敷きになれる。要はアドバンス召喚の素材になれるっていうことと、あと始皇帝の領母持ってきて、普通に始皇帝の領母の効果で召喚できるっていう効果も、披露できますんで、まあ、虚無の統括者、バニティ系のモンスターとか、あと、ライダー、ライト&ダー、ダークネスドラゴン。ライトのダークドラゴンか。このカードとかも、なんかその OCG では、一時期その大会とかで結果を残して話題になりましたけども、まあ、この辺のアドバンス召喚して強いモンスターとかも非常に相性がいいです。まあ他にもね、相性のデッキたくさんあると思うので、皆さんもね、思い思いの、デッキを組んでいただければなというふうに思います。ホルスデッキに対する妨害の当て方最後にやりましょう。これ重要ですからね。まずね、M セティに対してのウララとかガンマ。これはね、非常に痛手です。相手にしては。ハカラとかスタツがなければ、イムセティへのウララによって、ワンドロー&オーの棺サーチが両方ともなくなるんで、しかも手札相手2枚を失ってますんで、めちゃくちゃ強力な妨害になります。あとは、王の棺にウサギ。王の棺がないと、特殊召喚ができないんですよね。ホルスたちって。だから、王の棺を消しちゃえばいいということなので、まあ、ウサギぶち込みは結構相性がいいのと、あと、そもそも墓地から特殊召喚が封じちゃうっていう。ネクロバレーとか次元の叫びマクロコスモスみたいな、まあ、これが全デッキに入ることは無理なんですけども、まあ、メタメタがであればこの辺のカード発動しとけばホルスは黙らせられますね。で、墓地に送られた場合増殖するチームを、打っておくことをお勧めします。ホルスっていうのは要は墓地から貯円を組まずにポンって出てきちゃうので、だから増殖するチームのタイミングが結構ないんですよね。遅延できるタイミングがないんですよ。だから墓地に送られたら出てくるから、まあ、増殖するチームを打つということも一応視野に入れておいてください。で、1番とか4番とかへのその裏目ガンマですね。これ逆に言うとホルスデッキにはぜひガンマ入れていただきたいと思うんですけども、ホルスってね、モンスターが盤面に並んでない状態で相手の誘発を打つタイミングがめっちゃあるんですよ。要はイムセティの効果に対する相手のウララとか、それから王の棺のウサギ、墓地送られたら増殖数字っていう、要はガンマを打てるタイミングがめっちゃあるんですね。相手がガンマ、裏とか増字を打ちたいタイミングで、こっちのフィールドにモンスターがいないっていうタイミングめっちゃあるんですよ。だからホルスデッキはですね、ぜひガンマを入れていただきたい。で、ガンマと、なんかアクセルシンクロ、アクセルシンクロサラスドラゴンと、なんかバロネスとか入れとけば、一応それ以後の後の誘発もケアできますんでね。で、しかも、アクセルシンクロサラストはレベル8なんで、まあ、誘発、アクセルシンクロに食らっちゃってもレベル8、2体で、エクシーズとかもできますからね。なんで、まあ、ガンマはめっちゃ強いんで、ぜひ入れてください。逆に言うと、ガンマケアできる場合はしてください。皆さんね、ホルス相手にした場合は。はい。まあ、ざっと説明したんですけども、そんな感じかな。まあ、結構ね、ホルス、ほんと拡張してたくて、ほんと何でもできるみたいなとこあるんで、ぜひですね、皆さんもね、いろんなデッキにこいつぶち込んで、試してみていただきたい。ちなみに、リュウ実況チャンネルは、まあ、当分の間、ホルス実況チャンネルになる可能性があります。というわけで、次回のホルス実況動画でお会いしましょう。